皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。今日は初心者の方に向けてカポタストの使い方、選び方、気をつけ方、まあ、そんな話をさせていただこうかなと思います。まあ、アコギをジャカジャカ弾いているとね、少なからず皆様こういうカポタストというものを使っていると思うんですけれども、こういうカポタストの正しい使い方をしてますかって言われると、正しい使い方ってなる方いらっしゃいませんでしょうか。まあ、普段ね、なんとなくこんな感じかなって使ってるけれども、説明書見たわけでもないし、教えてもらったわけでもないし、調べたわけでもないし、なんかそんな感じで正しい使い方って言われるとちょっと自信ねえなっていう方、何気に結構いらっしゃると思うんですよ。まあ、そんな初心者の方をはじめとした中級者の方でも、ちょっと基本的なところを確認しておきたいなっていう方のためにですね、カポタストにまつわるあれよあれよねわーって話させていただきますので、よかったらのほほんと、いろいろ確認をしていただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。とりあえず、まあ、カポタストと一言と言ってもいろんなタイプがあるんですが、全てのカポに共通して言えることとしては2つ。まず1つ目は、そのフレットのね、際を抑えるということです。例えばそのカポ3だったならば、まあ、その3フレットの間だったら別にどこでもいいんですけども、その3フレットのうちのできるだけ自分に近い方を、はめ込むという感じです。フレットの真上じゃなくてフレットの際って感じですね。こんな感じ、カイザーの場合だと3カポだったらこういうことです。こんな感じで、で、できるだけその際を抑えた方が音がはっきり、綺麗な音が鳴るので、あんまりこのね、カポタストがその外に離れるところやると、まあ、こんな感じの。ちょっとこの悲しい感じがするので、できるだけその自分に近い方を抑えるということが一つ目の、お約束です。で、二つ目に関しては、こういう改ざんのタイプはもうどうしようもないんですけども、なんかネジ式のタイプとかで、その、締め込む量、が調節できるものに関しては、できる限り最小限にするということが、2つ目の条件です。普通にこのね、挟み込む力が強すぎると、ピッチがシャープしてしまうっていう弊害、プラス、フレットが摩耗しやすいっていうね、そういった弊害もあったりとかするんですよ。なので、この締め込む力が、ネジとかでその調整ができるタイプに関しては、締め込みすぎないということです。その2つがまず大前提として覚えていただけたらすごく嬉しいなと思います。ではそれぞれカポタストのまあ細かく特徴を話させていただきながら、メリットデメリット気をつけるところ、お話をさせていただきましょう。まずカポタストといえばの代表といったらこれではないでしょうか、カイザーカポでございます。カイザーで、このカイザーの大きな特徴としては、このバネで弦を抑えるというところです。で、こういうバネ式のものはですね、いろいろあるんですけども、まあ僕が今手元にあるのはこのダンロップとかですね、これもそのバネの力で、抑えております。バネタイプのカポタストのいいところは、脱着がすげえ楽ちんというところです。カイザーの場合だったらヘッドとかにこうつけて演奏する方結構よく見かけるじゃないですか。僕もそうなんですけども。で、カポタスト必要な時にこのサクッとつけて、で、カポの移動とかもすげえ楽ちん。こんな感じでサクサクッと移動ができる。こんな感じのね、脱着が楽ちん、移動が楽ちんっていうのがカイザーの最大の特徴です。でもそれと同時に最大のデメリットがトルクが強すぎるということなんです。例えばそのレギュラーチューニング、その開放弦でそのチューニングするじゃないですか、ブーンつって。おう、反応するかな。チューニングしました。チューニングしました。OK。Okay、で、これで今ある程度チューニング終わりましたよね。で、ここからですね、まあ、そのカイザーカポで例えばそのちょっと上のフレットいってみましょうか。5フレットとかいくともう結構ガタガタになってしまうんです。ちょっと実験でしてみましょう。いってみましょう。こんな感じ、ほらめっちゃシャープしちゃってる。なんでカイザーをはじめとしてこういうバネタイプのカポを使っている方をですね、カポをつけたり外したりとかしたらもう必ずその度にチューニング、カポの位置を変えたならばもうすぐチューニングみたいな感じで、本当カポのこのね、変化があったならばその場ですぐチューニングをするということがすごく大事です。で、もし皆さんお使いのチューナーがギターチューナーと呼ばれるもの、6弦は E です、5弦は A です、4弦は D ですとか、G、B、E みたいな感じで、そのギターのレギュラーチューニングの音しか鳴らせない、反応しないようなギターチューナーを使っている方はですね、クロマチックチューナーを導入してください。クロマチックチューナー、これはそのクロマチックチューナーなんですけども、クロマチックチューナーの場合はそのカポタストつけましたで音を鳴らすとどっちかに微妙にずれてるはずなんです。どっちかに
まあ、この場合だったら上ですよね。なんでこれ上にシャープしちゃってるってことなんで、多めに下げて軽く引っ張って、で下から上に合わせてあげるようにすると、こんな感じ。このアルファベット気にしなくていいです。とりあえずもうクロマチックチューナーを立ち上げてこのワードと聞かせると、どっちかに微妙にずれてるはずです。まあ大方だいたい上に行っちゃってると思うんですけども、シャープしちゃってると思うんですけども、そんなところでございます。なんでその改ざんに関しては、動きを加えたならば必ずチューニングをする、これをぜひ覚えておいてくださいませ。で、一つのコツとして、ちょっとこんなことも覚えておくと面白いなっていうのが、改ざんの場合はこれね結構ね長いんで、このね出っ張るんですよ。こんな感じでここ結構ここはですね、その指ぶつかってなんかこのコード押さえづらいわみたいな感じのこと結構よくあるので、ああ邪魔くさいって感じたならば、ちょっとこのね上の方に持っていって、あんまりこう下に出っ張らないようにはめてあげると、意外とカイザーでもすごい演奏しやすかったりとかするんで、そんなことも覚えていただけたら嬉しいなというところでございます。これがまあそのカイザーの特徴と気をつけるところという感じです。でもう一つ、カポタストといえば、カイザーと並んで二大巨頭のこちら、ババン、シャブカポ、こちらは、はめ込みタイプとしましょうか。はめ込みタイプ、このカポの場合はですね、このゴムの部分を指板に当てて、この後ろからこのペコってはめ込めばいいので、すごい簡単に楽ちんにはめ込むことができます。さっきのカイザーって結構ね握力が必要だからね、女性の方とか子供とか結構しんどかったりとかするんですけども、この場合はすごい軽い力でテコの原理で押さえることができるので、すごい、脱着が簡単楽ちんです。楽ちん、力がいらない、こんな感じで。でもこの、シャブカポの場合の、最大のまたデメリットというか気をつけなきゃいけないこととしては、このネジでこの締め込みの強さを調整するので、締め込みすぎないようにするということです。締め込みすぎないようにするということ。一応ネックってその外側が薄くて、こちらに来ればこちらに来るほどですね太くなってるんですよ。なんでこのシャブの場合はその2カポで使った後に5カポとか7カポで使おうとすると、後ろのネジをですね再調整しなきゃいけないんです。そこのねトルク加減をですねぜひ気をつけてください。締め込む力が0があります、で締め込む力が100のマックスがありますっていう、このね100から0から100がある中で、このぐらいまで力加減トルクいけば、まあ弦の音って出るよねっていうレベルがあるわけなんですよ。でこのぐらい押さえてれば弦の音が鳴るよねっていうレベルのちょっと上ぐらいを目指す感じです。あんまりこれが強すぎるとさっきのカイザーみたくシャープしてしまうので、その日は何回もですねこんな感じかなこんな感じかなと、ちょっと調整をしてみてほしいんです。ちょっ と今テストやってみるとすると、これ緩すぎ、まあ、緩すぎるから音が出ない状態ですよね。でもこれからそのネジをちょっとずつ締め込んでいきます。ちょっと仮に、今軽くやってみて、これ今いい感じですよね。ちょっとシャープしてるけど、で今、この状態で今6弦と5弦をチューニングしました。実験がてらめちゃくちゃ締め込んでちょっとやってみましょうか。このネジをめっちゃ締め込んで、ちょっとかなり硬いと思うんですけども、いけるかな、よいしょ、あ、ちょっとこれは硬すぎた、よいしょ、おうこんな感じになってしまうんです。なんで締め込みすぎないように、気をつける、適切なところでやっていくっていうことがすごく大事かなと思いますけれどもね、シャブといえども、やっぱりこのカポタストつけるとその時点でその、ね、ピッチが変わるので、まあカポタストの脱着をしたらですね、とりあえずまあ一回チューニングは絶対した方がいいかなと思います。あんまり変わってないこともたくさんあると思うんですけども、もうまあ劇的に変化しちゃうとすごいこの心地悪いサウナになってしまうので、そんなところでございます。シャブカポの特徴は以上でございます。でもう一つ、最近はめちゃくちゃ主流になってきてるなっていう感じがするのが、こういうラチェットタイプのものですね。まあ G7 とかなんですけども、このラチェットタイプのものはすごく効率よくてすごい考えられていて、そのこの締め込む方はですね簡単にこの締め込めるんだけども、この外す方、解放する方はですね、このレバーを押さないと戻らないんです。付け方としては、その3カポだったら3フレットのところにこんな感じでいきます。でこっから握る、このカポが動かないようにしてこんな感じで、でこれを握る、グッと、これで装着完了でございます。で外すときはこのレバーを上げながらちょっと外す、で付けるときは5フレット、
上からかぶせて、ここからちょっとこうね、ぐっと握る感じにして、ぐっといく。こんな感じです。一応このカポタスの機能としてはですね、さっきのシャブとかカイザーとかと比べると、この G7 の方が、カポタスとのこの機能としては一番優秀です。簡単につけられるし、そのトルクに関してもですね、この自分のこの握力でその一瞬で、調節できるので、なんかネジでいちいちこの外したりとかしなくて済むので、一応このね、カポタストの優秀度具合でいくとすると一番最優秀でございます。けど G7 の一番のデメリットとしてはね、高い。値段です。高い。普通に。すごい高い。なんでそんなすんのっていうぐらい高い。最近安くなったけど。なのでもしそのこのね操作性とか特にこだわりがなければ一応カポタストとしてはですね G7 が一番優秀といえば優秀ですけどその見た目の好みとか操作性の好みとかがあるんでこれが一番いいよっていうわけではございませんが機能性の面でいくとすると一番優秀ではあると思います。ただ高いで他のところも紹介させていただきますと、こういうネジ式のタイプですね。こんな感じでこれさっきのシャブとちょっと似てるかもしれないと思うんだけども、シャブの場合はですね、ネジで調整してこのはめ込むタイプなんですよ。けどこのネジタイプのものはですね、マジでネジだけ。マジでネジだけ。このつけたいところにこの当てがって、で、この位置を調整して、この辺かなと思ったら固定してネジで染み込むと。こんな感じ。一応このネジタイプのねメリットとしてはそのネジで直接こうねすぐにこのトルクを調整できるんで押さえ加減その力加減がね結構最適なところに調整しやすいっていうところがあるんです。ただデメリットとしては脱着にすごい時間がかかるという話とあとまあメリットか、価格帯が安いものが多いです。これとか多分500円とか600円とかで買った気がします。価格が安いものがすごく多いけれども、まあ、ちょっと見た目はそんなによろしくなく、なおかつその脱着に関してもちょっと時間かかってしまって、あんまり主流ではないですよね。あんまり使ってるの見たことがない。まあ、こんなネジ式のタイプもあります。で、最後、こんなベルト式のものもあります。皆さん、こんな見たことあります？ゴムカポとかもあるんですけども、これはゴムではなく、本当ナチュラルにベルトだけです。こんな感じで、この上からベルトを回して、このパターンと、はめ込むと。このベルトタイプのものの一番のメリットはそのちっちゃくて軽いってことですね。まあ、筆箱とかそのカバンとか、まあ、そういったものにですね、もう軽く忍ばせておけるので、一応僕はその外行き用というか、その外で突然必要になった時用にめちゃくちゃコンパクトなんで、まあ、一応これは持ち歩いてるんですが、まあ、ぶっちゃけカポタストとしてはそのトルクの調整がすごく難しいですし、音質もね、あんまり良くなかったりとかするんで、カポタストの機能としては非常に乏しいというか、かなり最低限ギリギリというライン。なところではあります。本当にちっちゃくて軽くて安くて、なんか持ち運びに便利っていうのが一番のメリットではありますけども、カポタストとしてはあんまりおすすめはできません。そんなところです。で、本当は最後にですね、もう一つ、このロールカポっていうものも紹介したいんですが、ちょっと僕あいにく今ロールカポ使わなすぎてどっか行ってしまったので、紹介できないんですけども、なんかこう、グリグリってこう動かすやつなんですが、まあ正直ロールカポが必要な曲ってそんなにないんで、なんか持ってる人そんなに多くないと思うんですけども、ちょっとまあ今回はロールカポに関しては割愛をさせていただこうかなと思います。はい。そんな場合でございます。いかがでしたでしょうか？とりあえずまあ5種類。まずカイザーのそのネジタイプの、バネタイプのもの。で、シャブみたいなはめ込み式のもの。で、G7 スみたいなそのラチェット式のもの。で、その次はネジ式のもの。こういうノンブランドみたいな感じのネジ式のもの。で、あと最後はこの、一応これダンロップなんですけど、まあ、ベルトタイプのもの、を紹介させていただきました。それぞれそのね、メリット、デメリットもありますし、特徴とか好みとかもあると思うんで、まあ、一概にこれが優秀ですとは言わないですけれども、皆様の好みとか、ちょっといろいろと見つけていただけたら嬉しいなと思います。よければ皆様のその使ってるカポ、書き込み、チェック。チャットとかコメントしていただいて、まあ、皆様のそのカポの使い心地これはこんな感じやみたいなことをシェアしていただけたら、すごく嬉しいなと思います。最後にちょっと余談になってしまいますけども、僕はもう基本的にこのカイザーをすごく愛用しております。基本的にもう常にこのカイザーを使って、もうヘッドのところにこんな感じでね一つつけておいて、どのギターでもそのカイザーでこうあーっとやってることがすごく多いです。もちろんこういうシャブカポとかもいいんですけども、そのどっか行っちゃうんですよね。なんか外してると。なんか外してると本当なんか気がついたら、あれないぞみたいな感じになってしまうので、
ちょっと困っちゃうんですけども、僕は一応このカイザーを今のところすごく愛用しております。でカイザーのまた大きなメリットとしてはね、調べていただければ分かると思うんですけども、カラーバリエーションがめちゃくちゃあのダントツで豊富です。結構いろんな色があったりとか、いろんな模様があったりとかして、結構ね面白い模様とかね、かっこいい模様とか、可愛い感じのやつとかもあったりとかするので、その辺のカラバリのね選べる楽しさがあるというのも一つの大きな特徴かなと、思います。そんな感じでしょうか。一応まあカポダストとして一番優秀なのは G7 です。これもどっかで機会があれば試してみてください。すごくあの使いやすいです。はい、そんな感じで、じゃあ終わりにさせていきましょうか。今日は初心者様向けということで、カポタストの話をさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。もし何かご要望とかね、ご意見とか感想とかありましたら、もうバシバシとコメントしていただけたら、すごく嬉しく思います。よろしくお願いいたします。それではそんな感じで、今日は終わりにさせていただきましょう。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。また違う動画をお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。じゃあね。